どうもゆめです。ピューランの皆さん日和へようこそ。こんにちは。こんにちは。もうね、やっとじゃん。やっとかよ。やっとかよって感じは私から締めれば。何がよ。いや、みんなも思ってるってね。やっと、久しぶりじゃない、マサさんが登場するの。そうかい。そんなことない。多分さ、本人的にはもう、うん、何、その、いろいろ一生懸命だから。うん。あんま久しぶりじゃない感じになってるかもしれないけれども、うん、だから私からしてみればね、結構ね、この感じ新鮮ですね。ああ、こういう風に動画を撮るのは久しぶりかもしれないですね。そうでしょ。日和はね、バカ忙しかったんで。いや、忙しかったよね。そうそう、でね、みんなにはね、チラチラ言ってたんだけどさ、日和は私出してたんだけど、ここで撮ってなかった、この日和のあの撮影スタジオっていうか、はあ、そうで撮ってなかったんだけど、そう、それもあるんだよね。うん、うん、でも今ね、ちょっとだけね、あんま全部映ってないけれども、ちょっと落ち着いたんですよ、ここが。うん、そうそうそう、だからもう今日はここで撮れるなということで、はい、まあ日和らしい日和が再スタートってわけですよ。まあね、ワンフェスが終わってね、少し落ち着いた感じはあるかな、どうだろうね。まあそのあれでしょう、そのイベントってなってくると、今回のワンフェスはさ、普通のあの今まで何回かさ、うん、やってきたさ、うちら主催のっていうのかな、うん、イベントとは違ってさ、なんかいろいろ用意することが一番多かったかな。一番多かったね。そうだよね、多かった。ただやっぱり今年はね、うん、そのこっち側はこっち側で、その運営側というのかな、うん、運営側でいろいろね、ちょっと画策してることもあって、そうだよね、まあ、リアルのイベントもそうだし、うん、いわゆるそのね、ワークショップとかもそうだし、うん、そういうものをちょっと本格的に進めていく、いわゆるそのなんか MA マンの技術的なところがどうしてもね、なかなかこう表に出す機会がなかったから、そういうのをちゃんとこうノウハウにして、うん、みんなのこう脳みそに詰め込む機会をオンラインでも、うんうん、オフラインでも作っていこうねっていうところに、今年はちょっと注力していきたいなとは思ってる。そうだね、うん、まあこれが複雑なこと言い始めるとさ、うん、まあなんかいろいろあるんだけれどもさ、うん、難しいところなんですよね。私はさ、そのあの紙面とかで技術をこう、うん、公開するっていうことは今までもやってきてるし、まあね、定期的にやってるし、これからもやっていくし、うん、あと YouTube で見せるシーンとかもあったりするけど、うん、がっつりみたいな場はね、最近しばらくなかったからね、うん、近年っていうのかな、近年なかったからね、うん、分かんない、昔から見てくれてる人はね、うん、あ復活かって多分思ってるんですよ、うん、ね、確かにね、そうなんだよね。なんかやっぱりねその、まあ、アカデミー始まってで、ね、まだちゃんとこの動画とかを出せてないけど、そうだ、多分何のことって今思ってる人いると思うから、うん、アカデミーの方はねまだもう何人かね結構入ってくれてる人もたくさんいるんだけど、ただね、まあ、未来はこうしていきたいみたいなのも結構あったりはして、うん、そうだね、そういうのはちゃんとメインでちょっと告知動画出してから、うん、補足的な感じで語ろうかなっていうふうに思ってるんだけど、うん、やっぱ俺の思いとしては、うん、一言だけ言うのであれば、うんうん、せっかくこう趣味でやった人とかでも、うん、なんかこうちょっとでもなんていうんだ、最終的にだよ、うん、超最終的、何年後になるかはわからないけど、うん、いわゆる再色紙がちょっと足りないよねって言われてるこの業界で、うんうん、それをなんか仕事としてなんか生み出せるような、いわゆる学校とはいかないけど、うんうんうん、なんかそういう場にできればいいなとは思ってるけど、そうだね、まあ、ちょっとそれはどうなるかわからない。ただ俺の思いとしてはやっぱりそれはちょっとあるかな。そうだね、うん、最初は趣味ですごい楽しくやってて、もう趣味でずっとやっていく人もいれば、なんかちょっとそういう仕事、うん、にもつながればいいなじゃないけど、まあ、なんかそういう場にもなればいいなと思ってるよ。いろんな形があるからね。それこそ私の活動を見てくれてる人たちならピンとくるかもしれないけど、うん、私自身がそうじゃない、うん、いろんな顔を持ってるでしょ。そうだね、うん、だから、うん、なんだろう、私はこれでいいのかなって思ってるんだ、うん、逆に言えば、うん、だって変な話だよ、私今こういう風にさ、エンタメ的な発信の仕方もこうしてるけど、うん、それを全くやらないっていう選択肢もあったんだよ実は。まあね、ただもう職人としてコツコツと、うん、それこそ再色紙としてコツコツとみたいな、うん、ことも私は全然あったはあったから、まあ道の一つとしてはね、そう、道のありえた。え、っていうか別に極端なこと言うと、うん、別に気が変わって1ヶ月後くらいからそのやり方をすることだって別に私はできる。まあそうだよ、ね、ただ黙々と、うん、もしくはそういうこともせずに本当に趣味っていうところでただ黙々とこう制作を続けるっていう選択肢だと別に
あるはあるね、言ってしまったら、ね、どっちの選択もできるからこ そ, そなんかいろんなね選択肢を塗りが好きな人とか、うん、塗りがやってみたい人に対してなんかいろんな道を見せてあげられる その旗印に MA マンがなればいいかなっていう俺の思い。そうだね、でもそれはでも私的にも結構しっくりはくるかな、うん、逆に言えば私は今いろいろな側面からこう、うん、いろいろな、まあ、角度からいろいろ経験をしてるからこそ、うん、伝えられるような思いもあるはあるかな、うん、っていうとこあるかな。そうだね、うん、だからね全力でみんなオタクしてるわけじゃないですか。そうだね、そう、本当にそうなんだ。フィギュアとかアニメとかね、うん、そういうグッズもそうだけど、うんうん、アクリルとかね、そういう缶バッジとかのグッズが好きな人とかもね全員オタクを全力でやってるじゃないですか。そうだね、そうだからその全力のオタクを、うん、さらにオタク活動として、うん、昇華させたオタクになるための組織としてもうちょっと作りたいなと思ってるけどいや本当にそうだね、もっとオタクになれる場所みたいな。確かに、オタクにも今いろいろな形がありますから。そうそう、私みたいなタイプもあれば、うん、でもさこれちょっと話それるけどさ、うん、私さなんかオタクすぎるとね、うん、そう、コンテンツ摂取っていうところで、うん、オタクすぎると仕事ができなくなる問題がね、私はね、ある。これはね、ちょっとね、みんなもわかるかもしれん。うん、ね、あんまり、例えばだよ、私のこと、まあ、リアルな話するけど、うん、あんまりキャラクターのことをガチで好きになりすぎると困るのよ。いや、本当に困るんだよ。もう調べたくなっちゃう、調べたまくりたくなっちゃって、もう昔そうだったんだ私、はい、ってなってくるとね、今ね他にも大事なことがいっぱいあるわけで、そっちがもう手つかずになっちゃったりとかするからね、まあ私はね結構ねこの抑制する気持ちをね結構持ってるよ。いやこれがいいとか悪いとかではないけど、自分の中のこのオタ活の形っていうところがね、うん、それで落ち着いてるね。うん、確かにそういうのあるかもしれない。うん、めっちゃある、これは本当にあるんだ、うん、たまにどうしようもなくならないなる時があって、あ、どうしようもなくなる時、あ、うん、時があって、そういう時はもうしょうがない、もうまあね、ほっぽり出す時がある。うん、何かに打ち込んでる時とかってやっぱりね、うん、発信が難しくなったりとかするからね。あ、でも発信で、それこそ今日ツイートしたんだよ、だから発信系のことを、なんか何て言ったかな、もうちょ忘れちゃったけど、なんか言ったんだけど、そうそうそう。そう、なんか没頭してたりとかするとね、うん、どうしてもやっぱり難しいよね。うん、そうだね。うん、まあでも私最近さマジでこう、まあ、みんなにも言ったんだけどさ、うん、どっかの動画で楽しんでよマジ最近マーベルだったり、うん、まあいろいろあるんだけれどもさ、やっぱりねいいね、コンテンツ摂取大事だから。最高だ ね、 なんかね元気がない時とかってあるじゃない、あるある、なんかやる気出ないなとか、なんかめんどくせえなっていう時って、うん、大体コンテンツ摂取が足りてない時だなって最近気づいたんだよね。これはやはり我々はね、うん、やっぱりこう古のオタクですから。あ、そうだね、原点は、うん、だいぶ古来から続く古のオタクだから、ね、やっぱり植え始めるとどん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 気分が落ちちゃうでしょ。そう、なんか最近さすごい忙しくて、うん、なんか仕事ばっかりしてたんだけど、そのなんか例えば、うん、税金回りだったりとか、なんかそういうね、生々しい系のことをいろいろやってる時があって、うん、なんかこうお金の計算とかいろいろやってる時があったんだけど、はいはい、大事ですよ。そう、それがね何ヶ月か続いてきて、うん、あーなんか疲れたなと思って、なんかもうちょっと何もしたくないっていう気持ちになった時があったのね、うん、だけどなんかふと思い立って、うん、こうアニメをちょっとだけ1話見た時に、はいはい、あ、俺の心に足りなかったのはコンテンツ摂取だったわって気づいた、その時。そうだよね。そこから30巻分のぐらいの漫画があって、それを1日通してブワーって読んで、うん、満腹になったみたいなことが最近あった。あ、これはねもう本当にぜひやっていただきたいね。なんか確かになんかさ、うん、私はさ主に時間を使うのって割と制作が多いじゃん、まあな、ね、何かしらの制作じゃん、その塗りじゃないにしてもね、制作開発だよね。そうでしょ、制作開発が多いから、うん、ただそのマサさんの場合ってさ事務的なことがほとんどだから、うん、頭を使うじゃない、うん、企画事務とかね、そういうのはあるね。あとは外部とのやり取りが多いでしょ。そうなの、マサさんは多いんですよ。だから、うん、私の場合は変な話、結構その耳でコンテンツ摂取をできる時間って結構あったりするのね。うん、うんうんうん、まあ結構話半分で聞いちゃったりとかもするんだけどさ、うん、そうそうそう、だからやっぱね、マサさんはね意図的に時間使わないとね、やっぱこう、うん、なかなか時間がないですからね、そういう意味ではね、まあね、うん、まあね、
そうそうそう、まあみたいな感じで、うん、急に話を変えますけど、皆さん、はい、今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。はい、乾杯。チーン。あ、このアライズのコップ当たった方おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。これさ、今日のおやつで持ってきてさ、実は私1枚食べたんだけど、イベントで、ね、あのもらったのね、うん、ありがとうございますくれた方。茶の葉か。茶の葉か。葉かじゃないよね。ちょっと竹墓場にしないでください。茶の葉。なんかね、お茶、お抹茶じゃないんだよ。お何て読むんだろう、これ。これ何て読むんだろう。お、濃い茶。お、読めんかった。読み方が分かんない。お、確かに。何て読むんだ、これ。何だろうね、これ。これ何て読むの、みんな。お、濃い茶。いや、違うそうだよ、これ。だって、お濃い茶って、これ右下に書いてあるよ。おこいちゃって書いてある。おこいちゃって読むんだ、うん、そのまんまじゃん。え、これがね、すごく美味しかった。これ美味しかった、これ。へえ、美味しそうだね。すんげー美味しかったんだ、これ。そうそう、これを今食べてんだけど。でさ、ちょっとね、私イベントでね、いただいたフィギュアがあって、ありがとうございますね、くれた方ね。あの、ちょっとこれはね、開けたいんですよね。かわいいフィギュアがあったから、ちょっとこれ初めて見たから、みんなにも見せたいなと思って。こちらです。じゃじゃじゃーん。これ、まず初めての私、出会うシリーズでさ。うん。このシリーズが、この子。この子は初めて。そう、妖精みたいな感じで、うん、なんかね、可愛い感じがするんですよ。ほら、ラインナップ見てみて。ほうほう。ちょっと見てみる。ほら、こういう感じなんですよ、ラインナップが。はい、うん、あ、はいはい。これどう、気になるのあります？みんな可愛くない、これ。15プラスって書いてある。15プラスどこに書いてる？チョーキングん、スリープドリームランドのエルフたちって書いてある。エルフなんだね。あ、確かにみんな耳が尖ってるね、うん、そう、だからこれちょっと可愛い感じするので気になっててね、開けようかなって感じです、うん、一番下の真ん中が可愛いかも。青色のこれ、これか、うん、これ何なんだろうね。うん、氷の夜になんとかって書いてるけど、まあ夢だからあれなんじゃないですか。これ夢って読むの？ドリームスリープなんとか、スリープドリームランド。中国語かなんかでこれ夢って書いてるのかな、うん、中国語かなんかなのかな。ドリーム、かわいいですね。私は何がいいかな。私はですね、これがいいです。この緑色の子をね、今緑色が欲しいです。今緑色です。色で決めた。はい、これをちょっと狙っていきたいなと思います。はい、じゃあ引けていきましょうね、早速。よし、はーい。はーい、はーい。今でも私マジでみんな聞いてよ、本当にさ、最近さ、モヤモヤしてんだよ、いい意味で。なんかね、やりたいことが多すぎて、うん、なんかね、逆にモヤモヤしてるね。ほう。そう、なんか今やってることもすごく好きなことで集中してるんだけど、うん、その次のこともやりたいわけよ、うん、だからこうモヤモヤってするんだよね、そうやってる時に。それはね、わかる。あ、わかる、うん、何やっててもそうか。うん、ちょっと俺もね、今やりたいことがたくさんあってね、ありすぎてちょっと我もモヤモヤしてるところはある。やっぱりモヤモヤする。うん、そういえば今日私ね、作業しながらね、初めてのアニメをね、流してみたんだけれどもね、うん、あの指先と、あの、恋って書いてさ、うん、レンレンって読むのかな、ごめん、ちゃんと振り仮名見てなかったんだけど、もうね、見ててね、なんか眩しいなって思った。なんか耳が聞こえない女の子と、なんか銀髪イケメンの、普通に声、多分恋物語なんだけど、オチとか分かんないんだけど、恋物語なんだけど、なんか銀髪系ってさ、なんか全部イケメンキャラでこう、そうかもしれない。そうだよね、なんか銀髪。はい、じゃん、この子でした。あ、かわいい。え、かわいくね、これ。何それ、真ん中の子、それ。真ん中の子だね。そうだね、真ん中の子。かわいいね、これね。かわいいね。かわいい。思ったよりもかわいいかも。これほら、ちょっとなんかマリリン・モンロー的な感じ。あの、これふわっと、まあ、ちょっと全然違うけど、ポージング的には。でもちょっとこれ意識したでしょ、ちょっと。でもこれさ、おしゃれで、後ろさ、ピラーンってなって丸見えになるところが、守りが硬い。守り硬いね。硬いね、それね。硬いね。あれ、マリリン・モンローって言うと、もうあそこ思い出すね。ロー人形の、これローだっけ、なんだっけ。あー、
そうそう、あるよね。私も行ったよね、行ったことある。2回行ったことある。どこだっけあれ、お台場。お台場。マダムタッソ。そう、それそれそれ。知ってるみんな、あの、蝋人形。めちゃくちゃ世界各国の有名な方の、蝋人形、リアルな。リアルな人形。いや、あれね、行ったことないですね。絶対行った方がいいと思うんだけど。そうだよね、私も。造形だったりとか、まあ、いわゆる等身大フィギュアがいっぱいある場所だからさ。まあ、ジャンルは違えど、フィギュア界で言ったら何、クイーンスタジオじゃなくて、でどこら辺だろう、そのリアルフィギュアが。いやでもインフィニティスタジオとかクイーンスタジオとかそっち系だよね。そうだね。だからなんて言うんだろう、マーベル系の作品の胸像とかさ、そういう系のニュアンスの、ニュアンスのね、そう、芸能人とかの等身大フィギュアがいっぱい飾ってある場所だけど、まあみんな分かってる人は分かってると思うけど、分かんない人はぜひ行ってほしいんだけど、うん、造形すげえなーって思って見てたの。うん、俺すげえ覚えてんだけど、うん、めちゃくちゃ衝撃だったから、うん、あのすげえ遠くから見るとマジでそこにね、目とかやっぱ髪の毛とか質感とかすごいし、そのまんまだし、うわすごいなーって思って見て、うん、間近でこうやって見た時に、あーでもやっぱり塗装は結構荒いんだなと思ったんだよ。あ、それ思った。あ、なんかその意識がめっちゃ俺強く残ってて、やっぱこういうさ活動してるからさ、その彩色ってところに目がいっちゃうのよ。なるほど、そうだよね。そう、造形はパッと見すげえんだけど、うん、細かいとこ見た時に、あ、なんか結構なんかはみ出しちゃってたりとかするんだなって、ね、見た時になんかねすごいんだけど、うん、もう一歩ちょっといけんかったんかなっていうのは思ったんだよ。あれってさ、どうなってたっけ、彩色技術って。なんか私が行った時、うん、なんか軽く公開してなかったっけ、なんか公開した、こういう感じで、あのマダムタッソーを作ってますみたいなやつ貼ってあったりしてたけど、確かに彩色って、はい、造形のやつはね、なんか奇跡みたいなのが書いてあったり気がするんだけど、わざと荒くしてんのかなと思ったの。いや、人の肌っぽく、いや、もしくはこういう見方もあったんだ、私的には。逆にその近くでマジ見れるのね。あれ、あそこで確か触れるんだよ、うん、それも結構ね強みなんだけれども、うん、一緒に写真が撮れるのね、著名人と、うん、なんかリアルにしすぎると毛穴だったりとか ね、いろいろ。でもリアルにすればするほど確かにその精度は上がるから、うん、あえてツーンってさせてるっていう可能性も意図的にあるなと。まあ、ただそのなんていうのかな、うん、あのフィギュア、リアルフィギュア、あのうちらが見るリアルフィギュアってさ、結構こう血色、うん、スパッタリングみたいなやつでパーってしてから、あのパーってかぶせて、うん、あのスキンでかぶせてみたいな、あれはもうやってないのかなみたいな風の、風のやつも結構ね、どうなんだろう、やってるやつかもあるのかな、うん、だそういう視点で見てみると、うん、またちょっと違った見方になるなと思って、まあ、俺がやっぱ思ったのは、ああなるほどって、こういうところでも、うん、やっぱり何かの問題で、うん、その費用をかけられなかったのか、はいはいはい、分かんないけど、うん、多分やりたかったけどできなかったっていう可能性もあるなと思って。どうなんだろうね、うん、まあ、方針かもしれんよ、普通にもうこれはこれでいいですっていうね。だからこそ、うん、だからこそ、うん、なんかこういうところに、うん、なんか我々のその力の見せ所が実はあるんじゃないかっていうのちょっと思っちゃったんだよ、ね、なんだと。私はスルだな別になんかあの背負うものが大きいかもしれない。背負うものが大きい。なんかアニメキャラクターだったらもうなんか自分がさ、いわゆるオタクだからさあれだけどさ、ちょっと芸能人みたいな、ちょっと背負う、それこそさ、マダムタッソーあの須田将暉くんとかも追加されててさ、はい、前行った時私いなかったんだけど、ちょっと例えばだよ、それ彩色お願いしますかってなったらさ、うん、ちょっとじゃ あ, あの見せてくれますかこの距離でみたいなそれだからいいですよって言ってさ、見せてくれますかね、あのお会いさせていただけるんですかみたいな。確かに、ね、じゃあ羽生結弦君お会いさせていただけるんですかみたいななんかそれこそさ、前田敦子とかもいたけどさ、前田敦子さんにあの会わせていただけるんですかって感じで。確かにじゃないとちょっと分かんないですよとか言ってさ、そうじゃなかったらもうあの、うん、ね、確かにどこまでやるんだって話だから、うん、そうっていうね、まあいろんな理由があるんでしょうね。まあいろいろあるよね、それはね。はい、じゃあ2つ目いきますよ。はい、誰が出るかな。じゃーん、ユニコーンですね。あ、ユニコーンか。てかめっちゃもろユニコーンやな、これすごい、まんまユニコーンだこれね。すごい長っ。長いね。一角かな、一角もっと長いか。一角ってマジグロいよね。グロいとか言うの頑張って生きてんだよ。でもユニコーンはユニコーンやろ。ユニコーンはもう、ユニコーンはユニコーンやろってどういうこと。ユニコーンは一角なのじゃあってことは、つまり一角ユニコーン
一角なの。いや違うんだけど、そのだってユニコーンっていうものは確かに、確かにユニコーンは一角だね、一つの角だからね。そういうことよね、一角だね。そういうことだよね、うん、でも一角ではないね。あれ待って、ちょっと待って、ユニコーンって空想上の動物だよね。空想上だね。うーん、昔はいたとかないのかな。でもわかんないけど。やだよユニコーン。でもいてもおかしくない。だって一角がいるんだから。確かに。あ、でも違うわ、ユニコーンって確かあの羽もあるね。それペガサスだ。あれなんか混同してるな。混同してる、ね、あれユニコーンってあれ羽ないって。羽かな。ペガサスでしょ。ペガサス、ペガサスはユニコーンじゃないの。ペガサスユニコーンはユニコーン。あれそうだっけ。ペガサスは角ない。そういうことなんか私混同しちゃってるね。流星拳打てるのがペガサスだよ。それ、あ、それ私さ、うん、あのね、ちょっと見た方がいいのかな。何を。え、あれでしょ、セイントセイヤでしょ。セイントセイヤ。セイントセイヤさ、なんかこの前私関係者とのさ、なんか食事してる時にさ、その話題になったんだけどさ、うん、なんかあれは星座によって結構ショックを受けるんだよみたいなこと言われてさ、私乙女座から、乙女座だからね、はいはいはい、乙女座はいいよみたいなことすげえ言われてさ、なんか私も調べてみたら、あのなんか釈迦みたいなやつなんだっけ。釈迦みたいなやつだから、ああまあまあまあみたいな。で、なんかちょっとからかわれちゃう星座があるみたいなこと聞いてて、なんか楽しそうに話してたからさ、確かにね、だからあ、ちょっとやっぱり見ようかなみたいな。でも私他にもさ、あの見たやつでいっぱい今あるからさ、コンテンツ摂取が渋滞してるからさ、うん、確かに。そうそうそう、ちょっと後回しになっちゃってんだけどさ。結構いろいろいるからね。何が。セイントセイヤは。あ、セイントセイヤもキャラクター12体いるから。だって逆に言えば12体以外はあんまりキャラじゃないの。おー、なんか敵キャラがね、うん、その12体いて、ゴールドセイントって呼ばれる、はいはいはい、そのボスが12人いるみたいな感じ。あー、なんかね、十二子宮って呼ばれる、うん、宮殿みたいなとこがあって、うんうん、一個クリアしていく、一個一個。なるほどね。で、十二子宮だから、十二個あって部屋が、はいはいはい、その一個一個こうクリアしていくんだけど、一個一個ちゃんと敵がいるっていう、全員ボスっていう。が、その星座のボスなのね。星座のボスなの。え、じゃあその私の乙女座もボスなの。乙女座もボスだよ。へー、え、じゃあ主人公、その要はクリアしていかなければならないやつが主人公なんでしょ。それは何なの、それは星座なの、それは。わねダメじゃん、マスさんはもうちゃんと覚えてないじゃん。だそれ断片的にわかるんだよね。なるほどね。そう、はいはい、例えばなんかお羊座のムーってやつだったりとか、うん、あのお羊座のアルデバランだったりとか、なんかいろいろあるんだよ。あ、なるほど。乙女座の釈迦とかね。はいはいはい、乙女座の釈迦ね。そう、乙女座はね、いいんですよ。なんか私、釈迦系にちょっと縁があんのかな。釈迦系わかんないけど、私週末のマリキューレも釈迦好きなんだよね。そう、釈迦ではないけど、なんかあの、うん、私ワンピースでお気に入りのエネルとかもさ、ちょっとビジュアルがさ、確かにちょっとそっち寄りじゃん、なんか、うんうん、完全にね。ちょっと弱いやつもいるんだ、この中に。あ、いるんだ。そう、弱くて、なんかちょっとあのなんかひょうきんな感じのちょっとピエロっぽい弱いやつがいるんだけど、その弱いやつとかの星座だと、あー、さっきのあれ。そうそうそう、あー、なるほどね。でも釈迦とかはめっちゃ強いんだよ、うん、強いんだ。そう、ちょっと確かにちょっと嬉しくなってね。結構圧倒的な感じなんだよ。なるほどね。そう、はい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 。そういうのはね、あるかもしれない。圧倒的なんだ。あ、結構圧倒的強い。それを自慢するために見るっていうのもありやん、一つの点。それを自慢するがために釈迦なんだっつって、うん、私釈迦なんだあなたはみたいなこと言って。あなたビジュアルかっこいいやん、釈迦。あ、確かにかっこよかった、うんうん、でもなんかずっと目つぶってんの、あれ。あれね、目つぶってちゃう。いや、開眼してくんないよ。わかんない。大事な局面でパッ。俺もセイントセイヤちゃんと見てないんで。五条さんみたいにさ、ずっとこう最初アニメでさ、ここ隠しててさ、こういかにもこう自分でイケメンって分かってますみたいな感じでこうみたいな、そういう感じで開眼みたいな。開眼って。そう。バジリスクじゃないんだよ。バジリスクね。どうするって。なんか結構長くなっちゃったから悪化するだろ。はいはい。はい、ってことで、ビオリも復活していきまいりますのでね。復活っていうか別に復活はしてたけど、まあね、ちょこちょこまた出していけたらいいですね。出してはいたんだよ私。あ、そうか、出してはいたんだよ。ここの日和の撮影部屋が復活しましたので、またここで撮影をまたしていきたいと思います。はい、ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。じゃあまた次の日和で、バイバイ。